私たち人間は一人一人異なった性質を持っています。髪の毛や目の色などの外見的な特徴、病気のなりやすさ、お酒の強さなどの身体的な特徴、それらを決めているのが遺伝子です。近年の高度な分析技術により、遺伝子研究から日本人のルーツ、つまり私たちの祖先が明らかになりつつあります。今回は Y 染色体ハプログループ D と YAP 遺伝子、日本人のルーツについてご紹介したいと思います。皆さんもご存知の通り、私たちが住む日本は地理的にはアジアに属しており、私たち日本人は周辺国である中国や朝鮮などの人々と同じアジア人としてくくられています。しかし近年の遺伝子研究の進歩により、日本と周辺国の人々の遺伝子にはっきりとした違いがあることや、その原因が私たちの先祖縄文人にあることが明らかになってきたのです。現在の日本人の先祖は縄文人と後に大陸からやってきた弥生人であると言われています。ただ古くから日本列島にいた縄文人が今の私たちの遺伝子にどんな影響を与えているのかは詳しくは分かっていませんでした。それを明らかにしたのが Y 染色体ハプログループによる研究です。 Y 染色体ハプログループとは、父系で遺伝するY 染色体の系統を分類したものです。長い人類史の中で人々、主に父系集団は各地へ移動し、その地に留まる母系と配偶してきました。つまり Y 染色体ハプログループを研究することで、人類の移動の跡がより明確にわかるというのです。 Y 染色体ハプログループとミトコンドリア DNA ハプログループについては、以前当チャンネルでもご紹介しましたので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。さて、日本人は Y 染色体ハプログループのどの系統に属しているかというと、 O 系統が 50%、 D 系統が 40%、 残りが C 系統とその他ということになっています。一番多い O 系統は弥生人由来のものであり、中国や朝鮮などの東東南アジアで見られる系統です。日本人がその遺伝子を多く持っているのは当たり前といえば当たり前ですよね。しかし不思議なのは、 O 系統の次に多いとされているハプログループ D 系統です。 O、D、C などの系統にはより細かい階系統も存在します。日本でよく見られるのは O1B2 系統、 O2 系統、D1B 系統なのですが、実はこの分類の中で一番多いのは O 系統ではなく D1B 系統なのです。 O 系統は周辺のアジア諸国でも見られる系統にもかかわらず、 D 系統は日本列島以外ではほとんど観測されず、現在世界で極めて稀な系統になっており、日本人が最大集積地点としてその希少な血を高頻度で受け継いでいると言われています。D1A 系統は、チベットやインド東部のアンダマン諸島など、ごく限られたアジア地域でも観測されますが、D1B 系統は、日本国内でしか観測されません。D1B 系統の内訳は、アイヌが高頻度で約 80% 前後、次いで琉球民族で約 40%、本土日本人で 35% ほど見られます。そして縄文人も D1B 系統であったとされているのです。アイヌは縄文人の子孫ではなく、もともとはアムール川河口やカラフトに住んでおり、13世紀頃にカラフトから追われて北海道へと逃れてきたとも言われていますが、そこから荒廃が進んだ結果なのかもしれませんね。実際に北海道礼文島の遺跡から出土した縄文時代の人骨が D1B 系統だったという調査結果もあります。では日本列島以外でほぼ観測されない D 系統の遺伝子は一体どこの民族が持ち込んだものなのでしょうか。言い換えれば、縄文人はどこからやってきたのでしょうか。
Y 染色体ハプログループ系統樹を遡ると、D 系統は E 系統と枝分かれしていることがわかります。ハプログループ DE 系統は特殊な遺伝子とされています。YAP と呼ばれる300塩基配列で構成される変異遺伝子を唯一持っている系統だからです。ちなみに、以前当チャンネルで日本人バイカル湖畔起源説をご紹介した際に登場した GM 遺伝子と Y 染色体は混同しやすい点ではありますが、全く別物なので注意が必要ですね。YAP 遺伝子は約6万年前に東アフリカに住んでいた一人の男性に変異が起こり、ハプログループ DE 系統として派生したと考えられています。日本人の大半がYAP 遺伝子を持っており、アイヌや琉球民族も多く持っていたことが確認されています。YAP 遺伝子を持つ人間の特徴として、体型ががっしりしており、毛深く、彫りが深くて、目鼻立ちがしっかりしていることが挙げられています。まるで縄文人の特徴とそっくりですね。つまり、D 系統である日本と、E 系統である国々が近縁で同祖であるということになるのですが、E 系統は日本の周辺諸国ではありません。E 系統はアフリカ、中東、南ヨーロッパの人々に観測される遺伝子です。どうしてそんな遠く離れた国が？と思ってしまいますが、E 系統の中でもその遺伝子を顕著に持ち、日本人のルーツなのではないかと言われているある種族がいます。それが古代イスラエル、ユダヤの民です。なぜ数多くいる E 系統の人種の中から古代イスラエルの名前が挙がるのでしょうか。古代イスラエルの民といえば、失われた実子族。失われた実子族とは、紀元前722年の北イスラエル王国滅亡後に行方知れずとなった部族のことです。その失われた実子族の一部が、日本列島にたどり着いたのではないかと言われているのですが、実子族のほとんどが E 系統である中、エフライム族とマナセ族だけは D 系統だったと考えられているのです。この点に関してはとんでも論とも言われていますが、遺伝子の話以外でも、日本の天皇家とエフライム族の系図が似ていることから、天皇家はエフライム族なのではないかという説もあります。初代天皇と言われている神武天皇の別名であるカムヤマトイワレビコのイワレという部分もエフライムと読めるのではないかという指摘もあります。同じようにマナセ族はモノノベ、ユダ族はウダというように、実子族それぞれの名前と古代日本の豪族や地名の名前も語感が似ているのだとか。あまり似ていないようにも思いますが、古代ヘブライ語は子音文字であり、母音は表さないという特徴もあるため、子音だけで考えると確かに置き換えることもできそうですね。 D 系統の遺伝子を持つ縄文人は古代イスラエルからはるばる日本に渡来したのでしょうか。またはその逆である可能性も十分に考えられます。日本と古代イスラエルについては、文化や言語、風習などにおいて驚くほどの共通点が確認されており、日本と古代イスラエルには何らかの関係があるという日ユ同祖論として語られているのです。他の共通点に関してはまた改めて動画でご紹介したいと思います。いかがでしたか。ちょっとオカルトな余談ですが、1947年にアメリカのロズウェル付近で UFO が墜落したロズウェル事件。この UFO に乗っていたエイリアンは、顔立ちが宇宙人グレイというよりは東洋人に近く、鑑定の結果、YAP 遺伝子まで検出されたとか。近年、遺伝子研究や縄文人についての研究が進んでいますが、まだまだ明らかになっていないことはたくさんあります。この動画でご紹介したことも、真実とは限りませんが、少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。こうして分かっていることのピースをパズルのように組み立てていくことは面白いと思いませんか？それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴
ありがとうございました。